藤原義恵のふるさとは、1930年制作、公開、溝口健二監督による日本の長編劇映画である。日活第一回トーキー映画と銘打って、宣伝、制作されたが、完全なトーキーではなく、サイレント部分の混在する、パートトーキー作品であった。単に、ふるさとの題でも知られ、公開時のポスター、および後年の文献では、後者で紹介される。 前年1929年に大将軍から渦政へ移転した日活渦政撮影所で朝日は輝くや大ヒットした歌謡映画、東京行進曲、都会公共楽といったサイレントの現代劇、傾向映画を手掛けてきた溝野口賢治が関東大震災前の浅草オペラのスターであった藤原義恵を主演に迎えた作品である。藤原は本作が 映画出演、初主演であった。同撮影所は、このトーキー第一作の制作にあたり、皆川吉蔵が開発した、港トーキーを採用、発生映画社と提携制作を行った。我らの手なこと、藤原の歌声を映画館に響かせることを主眼に置いた映画であったが、技術的に伝わ雑音が多く、失敗作とされる。本作は、同年3月14日、東京、 浅草公園ロックの富士館をフラッグシップに全国で公開された。現在、上映用プリントを東京国立近代美術館フィルムセンターが所蔵しているが、現存する同プリントの上映時間は86分と10巻、ものとしては短い。2006年に同センターが開催した没後50年溝の口検事祭発見では、通常のフィルムの回転数を変え、 1>, 1秒21コマの速度で上映した。ありがとうございます。